やく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。え、母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう。こりゃ迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーナンバーなんちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよちくしょう。なんやおったんか、悪え、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いなみんな、今日は俺の日だ。何が筋だ。極道の端くりにもならねえ片田舎のカスどもが。何だと、今なんて言った。沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ、何をさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面して任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ。このボンクラが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや先輩。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろう。借りるぜ。帰るぞクソガキ。
助けてもらってありがとうございます。礼なんていらねえよ。お前のために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で勝負してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザはいつでも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいても、どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。全ては予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。よく寝た。ん？春日さんも寝ちゃったんだ。疲れてるのは春日さんもじゃない。これからもずっとずっと俺をそばで支えてくれか。いつか社員としてじゃなくて一人の女性として言ってもらえたらいいのにな。好き。エリーちゃん、春日さん、エリーちゃん、春日さん、春日さん、ありがとう。私とこの工場を守ってくれて。すみれ。春日さん、お願い。え？今までの恩を返させてください。春日さん大好き。あの、そのなんつうか、やっぱり手が器用だな、スミレは。か、春日さんったら。春日さんも意外と受け身なんすね。そうかな。今日はありがとうございました。これからもずっとずっと私と工場をよろしくお願いしますね。おお、もちろんだぜ。これからも末永くよろしくな、スミレ。うっす。リリカちゃん、ありがとう。本当に嬉しい。誰かに分かってほしいなってずっと思ってたんだ、私。だから本当の思いを春日さんに分かってもらえてすっごく嬉しいよ、リリカちゃん。春日さん、もう少し二人でいさせて。春日さんには、春日さんだけには本当の私を見てほしい。本当のリリカちゃん。うん、本当のは
リリカちゃん。もう一つは？もう一つは。そのもう一つは私です。宮越さん。さっき私の笑顔に励まされたって春日さん言ってましたけど、私も同じなんです。いつも元気な春日さんの姿や一生懸命試験に向き合う春日さんの姿、それを見て私も元気をもらっていたんです。宮越さん。だから卒業してもう会えなくなると思ったら私寂しくて、春日さんお願い、私の愛の検定試験受けてくれませんか？宮越さん。だって春日さんの話の中に出てくるのはいつも足立さんとか仲間のみんなばっかりで、私は出てこないんだもの。それがとっても悔しくて。いろはちゃん。お願い春日さん、今日はパーティーじゃなくて私と二人きりでチャットしてくれない？チャット？そう、二人だけのパーリーチャット。パーリーチャット。いやー、さすがです春日さん、浮気検定も一級を取られるなんて。認定証が必要ですね。ではあなたの体に直接貼らせていただくので、ちょっと上着脱いでいただけますか？この新作防ガン、まだ試し打ちしたことなかったんだよね。ちょうどいい的見つけちゃった。あなたにぴったりの求人ご紹介しますね。閻魔大王との最終面接、頑張ってください。春日さんとのチャット楽しかったな。でももう二度と聞けなくなるなんて残念。私一度やってみたかったんですよね、クーデターってやつを。さようなら春日社長。遺言があるなら聞いておくけど、何かある？いや待ってくれ、落ち着け、誤解なんだ。女の敵には死あるのみ。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、歴代竜が如くのまとめ動画を投稿しているので、ゆっくりグミクミーンの野郎どもは、チャンネル登録、コメントで、応援しやがれください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。